しくじり先生、俺みたいになるな。チラミスタピオカになったでこれから。新学期ビビるな。16日日曜開校。ここ最近でこんな笑った授業ないなと思って。ただのね、面白い人だとばっかり思ってたの。そうじゃなかったんですね。お名前を検索ワードに入れたら、うんうん、森脇健児干されたっていうのが1時間目のバブル時代のアイドル芸人森脇先生が登壇。僕がどうして干されたか。にブチギレだ。絶対怒んない人じゃないですか。それは僕がこんな人間だったからです。究極の感じがやるわ。勘違い生意気怖いもんですよ。森脇さんのことが多分見たら絶対好きになると思います。もう最後鳥肌が立つぐらい感動しましたね。まさか最後泣くとは思わなくて。諦めたらあかん。自分はこれやと思ったら、ひらめいたらこれを突っ走る時間ない。勘違いして人生を破滅させないための授業。そして2時間目は中田先生のしくじり偉人伝。今日のテーマの人物です。誰だろう。16代大統領エイブラハム・リンカーン。世界最強の国の歴代最高大統領。一体何しくじってんだ。家庭では妻の尻に敷かれていた。奥さんのメアリーさんはいろんな意味でまあすごい人だなっていう。なるほどなって。やっぱ夫婦っていろんな形あるんだなって。しくじりから偉業を成し遂げるまでのリンカーンの人生を紐解く授業。しくじり先生2時間スペシャル、日曜夜8時58分。